H&KP2000 は、ドイツの重機メーカーである H&K 社が、同社の H&KUSP をベースとして開発した自動拳銃である。H&KUSP の小型改良版として2001年に開発されたのが、この P2000 である。もともと多くのバリエーションを持つ USP ではあるが、女性警察官からグリップが太すぎるとの声が上がっていた。 そこで、同じくドイツの銃器メーカーである、カール・ワルサー社の P99 の特徴である、バックストラップを交換可能とすることで、手の小さい女性でもグリップがフィットする設計になったのと同時に、左利きの居手に配慮し、操作系統も交換できるようになっている。この特徴から、P2000 は極力左右対称のデザインとなっている。また、グロック17のセーフアクション。 P99 のクイックアクション機構と同様、激震がダブルアクションとシングルアクションの中間にあり、双方の重さとストロークで引き金を引く機構を採用している。弾薬は QX19mm パラベラム弾と 40S&W 弾のほか、オプションで357主具弾を選択できる。また、近年では日本の警察が P2000 を装備している。 日本警察の P2000 には専用のランヤードが付属し、弾薬は 9mm パラベラム弾を使用している。また、引き金を引く重さの違い、システムの相違から V1V5 までのバリエーションが存在する。V3 では通常のダブルアクション、V5 ではダオが採用されている。ありがとうございます。